の名前は工藤優作、私立探偵だ。おっと、またあの女か。7時ちょうどにかけてくる謎の女。俺は最近こいつに悩まされている。もしもし、工藤探偵事務所。こんばんは、探偵さん。私よ、わかる？私は新たな宿を探してさまよう赤い蝶。二つ目の知らせを聞いて、やっとフリージアの花を八つ見つけたわ。でも咲いている場所は日の当たらない裏路地なの。早くしないと枯れてしまうわ。さあ、正午から降り続いているこの憂鬱な雨に詩を添えて、早く私のもとへ。じゃ。待て、まだ聞きたいことが。バカな女だ。録音されてるとも知らないで。俺はどんな手がかりからでも探すことができる。こんばんは、探偵さん。私よ、わかる？私は新たな宿を探してさまよう。新たな宿？新宿か？二つ目の知らせを聞いて。知らせ？ニュース？次にアメリカを訪問中の西田外務大臣は。西田？西口？しかしわからん、新宿西口のどこなんだ。さあ、正午から降り続いているこの憂鬱な雨に詩を添えて。正午、雨、詩。正午はハイヌーン、雨はレイン、詩はポエム。でも咲いている場所は日の当たらない裏路地なの。裏路地、裏、逆、PRH、 プリンセスロイヤルホテル。やっとフリージアの花を八つ見つけたわ。フリージアが八つ、 F の八、八階か。私は新たな宿を探してさまよう赤い蝶。コーヒー。はい。新たな宿は見つかりましたか、お嬢さん。誰？あんた。変な男。ここじゃなかった。どこで間違えた。新たな宿は新宿以外にない。二つ目の知らせはニュース。ニュース。待てよ、確かニュースのスペルは東西南北を表してるんだよな。ニュースのスペルの二つ目はイースト。あ、東口だ。くそ、俺としたことが。東口のどこだ。さあ、正午から降り続いているこの憂鬱な雨に詩を添えて。正午、雨、詩。英語でないとすると、逆に読むと詩名は違う、ローマ字ではどうだ。
逆には読めない。死が C だとすると、もう少しだ、もう少しで分かるような気が。憂鬱雨に死を添えって。雨でも咲いている場所は裏路地なの。それを逆に。いや、待った。もう、ゆうちゃん遅いよ。来ないかと思っちゃった。悪い悪い、ちょっと道が混んでてね。さっき一本終わっちゃったよ。やっぱりこんな待ち合わせの仕方、もうやめようよ。安心しなって、俺は名探偵だぜ。俺の名前は工藤優作、私立探偵だ。だが本当は駆け出しの推理小説家である。